皆さん、こんにちは。せんちゃんです。毎日、お仕事お疲れ様です。今日は、木曜日、6日、7ヶ月ですね。今日は、高野山は、天気予報は曇り。ちょっと雨パランパランですね。今日は、私とお母さん、お母さん、旦那さん、今二人、ここにね、畑、回ってくるですね、ここ、草。今一番草取り、いい、暑くないから、雨、涼しいです。今日は曇り、いいタイミング。畑のさつまいも、さつまいもの畑。今年、さつまいも楽しみです。皆さん、ほんといい感じ。葉っぱは綺麗になった。草はあんまないですね。たまにあるだけ。草抜いて、こんな感じ。こんな草は多いですね。こんな草。けど、私の畑は、あんま多くない。たまにあるで。たまに。畑1枚が50本、50本ぐらいである。わーお。これは黄金さんですね。黄金で、ベンマサリーで、江南市ね、とても綺麗。とても綺麗、いい感じ。今年、さつまいも楽しみ。今は、今年はごぼう作れないです。ゆっくり。わお、涼しい。今から暑いなるですね。わお。今、二人で頑張ってます。わお、こんな。わお、すっごい誇る。ほこれ。わー、きれい。今ちょっと、掘って皆さんに見せるから。これは遅い方ですね。これ、さつまいも入ってるかな。まだ入ってないかもね。わー。さんも大きい草ある。私大きいところ行こう。はい、次は畑の私の畑、落花生1枚目2枚目とってもいい感じです。ここ畑はね、4月の27日に植えたりする中で、とってもいい感じ。イキレスは私、ラオスの豆みたいに植えて、そして隣はね、コレスのスイカの、作って、今ちょっととってもいい感じです。ちょっと葉っぱは少し枯れたけど、大丈夫みたい。でっかいスイカ生えてるでしょ。今、私、とお母さん、旦那さん3人でさつまいも草取り終わったら待って、私のところ畑のスイカかぼす。今はもうちょっと暑いなったら焼きかもしれないし、カラスに見ないようにかぼして、いろいろゆっくりですね。皆さん一日は家庭菜園、さつまいも、草取り、あと私の畑の、草取りですね。ここの私の野菜ですね。これ、名前は何かな？ちょっと私、カゴみたいな感じで、ブラジルって言ったけど、旦那さんのコンビニの泥を落として腐れないに。釣り、私はね、長い豆もね、ネット、あ、ここ来た来た、ここね、私のこれ3回、1回2回、今2回目も中学、 1回目と2回目も中学です。毎日中学です。友達と注文も多いです。今またね、たくさん植えましたよ。今、1,2,3,4,6,7 です。6です。まだ下の方、隣もあるですね。
もう今度結構多いです。今度大丈夫かな？台風に大丈夫かな？これ私もやった。竹とネットとやって、あんま竹したらみんな大変かなと思って、みんな言わない道路近くから、だから、ね、ネットで一生懸命で、私一生懸命で一人でやってます。お母さんも草取りやってくれた。今日は今からこれやって、スリーはね、私畑、はい、今畑来ました。今いい感じ。先週今から大きなる、ちょっと草、こんなの草はなかなか予想さえも効かない。こんな予想草、カッサバ、あとはね、なんだかな、ウコン、何かな、ちょっと私は名前を忘れた。日本は何かな、これで、ね、美味しいよ。これさつまいもみたいです。タケノコも収穫して、お母さんはタケノコ明日100円です。わー、帰ります。わー、カツサバの、カツサバのお母さんの葉っぱ食べる、葉っぱで、はい、3です。終わりました。今日はこんな感じ。こんな感じ。あと2です。これ2です。これだけちょっとめでないです。ここはちょっと少し遅い。わあ、お母さんナスビ中核、こっちも反対も辛いトンコロシとナスビとラッカシ、こちらラッカシ入ります。